そして今日はこの場所にはちょっといらっしゃらないんですけど、ニコ、うん、さんからです、うさちゃんの名前はみかんちゃん、人の名前ニコしてます。暑いですねって、うん、うさぎのお目目の皆様、うさちゃんも人もお元気でしょうか、うん、最近は暑くてみかんとお出かけもオフシーズンなのですが、うずらさんのお誘いに乗ってみかんのお里である、うさぎのお家に遊びに行ってきました。うさぎのお家は海の近くなので海水浴の人たちでにぎわっていましたが、それを横目にうさぎのお家でうさ話をして久しぶりにみかんとお出かけしてうさ充電できました。その様子をみかんのママ目線でお送りします。みかんのママっていうのはニコさん、ニコさんですね、母ちゃんじゃなくてね。はい、じゃあスタートしましょう。今日うずらさんはいます、うんうん、さっきね見えました。どこにいていいのかわからない。美味しい。アスパロー君たまに出てきますよ、ね。うん、ニコさん。これは、ああ、大きさが全然違う。レースっぽい感じで可愛いですね。可愛いですね。ねえ、はい。コッキャーのニットドレスを着てもらいましたということで。ね、いいですねニットね。可愛いわ。いいね、うん、とても可愛い。はい、楽しそうですね。ねえ、佐藤友さんと行くの。いいですね。うん、ぜひ名古屋も。本当ですよね。なんとかならんのかしら。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。次は、はい、あ、次はですね、はい、ふうくんのパパさんからの投稿です。うさぎの名前、うん、ラン、リノ、モル、フー、うん、性別、うん、ラン、リノは女の子でモル、フーは男の子、はい、種類はネザーランドドワーフ、はい、原田さん、うさぎ先輩、うさめぐの皆さん、こんばんは。ふうくんのパパです。はい、週末にうさぎ専門店に行き爪切りをしてもらいました、うん、その様子が3匹の姿があまりにもよく似ていたので名前当てクイズにしました。相変わらずの完全パクリです。出題は3問、うん、4択、制限時間は30秒です、はい、結構慌ただしいのでついてきてくださいね、うん、今回は前回より難しいですよ、うん、皆さんちゃぶ台の準備も忘れずにということで、はい、あれですね、ふーくん以外の3匹かな。顔が下なんだ。これは分からんしょ。背中も分かんないしね。この子の名前爪切りの時は灰色になっちゃうかも。
マジか。30秒だよ。みんな答えてないですよ。3番当たった人いるよ。でもすごい。スターヌさんとクリオネさん。すごいな、みんな。特徴は大きめの耳とシュッとした顔。これ見たら分かるんだけどな。ちょっと逆さだしね。難しいわこれ。第2問、この子の名前は。違うのさっきの。もう分かったよねって。いや、分からん分からん。あれ2番なんだ。そうなんだ。特徴、小さい顔で短めの耳、ひげが濃い。あ、そうだ、女の子だよね。確かに確かに黒いかも。え、みんな出てくるの。パパ、これは難しいよ。ね、ふうくん以外わかんない。ふうくん以外にね。あ、しかもああいう見方だと、逆から見るとちょっとわかんないね。ねえ、なぜ4択なんだっていう。ねえ。もう3択でいいじゃん。本当だよね。やっぱ2択ぐらいに来てくれるといいかも。うん、そうですね。はい。いや、まあふうていい。もうクイズ終わりましたよ。終わりましたよ。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。このまま時間延長したいと思います。はい、本当だ、ちょうどジャストだ。はい、今日最後の、投稿ですね、プチコロパパさんからです。はい、原田さん、うさぎ先輩、うさめ部の皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。プチコロパパ、うさぴょん、プッチ、コロンのプチコロ一家です。11月から毎週欠かさずこの番組を楽しく見させていただいてますって。あ、嬉しいな。どうやら今週は、あら、アーカイブで見ることになりそうです。いろいろね、ありますよね。いろいろある。はい、それは26、27と、プチコロパパとウサピョンは京都へ旅行に来ています。夫婦旅行ですね。うん、もちろんプッチとコロンは家でお留守番をしていますが、あ、がじゃないます今回初めて40時間も会えないのでとても寂しいのですが、お出かけ中のお世話はペットシッターさんに依頼しました。来てくれるんだ、すごいな。明日の夜に帰るのですが、おそらくいい子にお留守番しているので、帰ったらいっぱい遊んであげたいと思います。ぜひぜひ。はい、なぜ京都なのかは来週投稿してご報告しますって。おー、楽しみですね。そしてうさちゃんが出てこないお二人なんですかね。いいですよ、それでも。それはそれでいいですよ。うん、さて、今週の投稿は我が家でも初めて、のせ毛頭にね、こうしてみました。はい、ちょこちょこっと動く子供たちなので、難しかったのですが、なんとか成功しました。プッチは大感冒中でボサボサになっています。皆さんのブラッシングの様子なども見てみたいです、っていうことで。私この間そういえばブラシ2つ買いました。おーおーおー、うん、おめでとうございます。はい、プチコロパパさん、この前ブラッシングやってたばっかなのに、ね、もうボサボサなんです ね。作品名、たぬきさん。たぬきさんって何。作品なんだ。載せますよ。あの葉っぱですね。 あれね、大葉かな。あ、まあ、まさに ねあ、ピアットストーンも置いてありますね。奥に。本当だ本当だ。すごい。もう少し頑張りましょう。カキカキ山だって。あ、そうなんだ。作品名、毛玉さん。
髪の毛になりましたね、タイプが、ね、なんか綿菓子みたい。いいんじゃないですか、官毛の毛の使いどころを見出した感じが、いいですね。ああいう形に来るとは。うん、ぜひぜひ皆さんも真似してみてください、はい、そうですね。いつかアフロヘアにしたいって。アフロ自分のね、おうさちゃんの毛で。なるほどね。うん、お団子とかアフロとか、ぜひぜひぜひやってみてください、はい、ありがとうございます。